チャックバスです。本日はパークタワー東京プリンスホテルですね、紹介させていただきたいと思います。今回はこちらを、ポイントサイトのポイントを、プリンスホテルのポイントに交換してね、利用させていただきました。で、今回はですね、クラブフロアという、部屋をですね、予約させていただいて、こちらポイントサイトのポイント2万ポイントでね、宿泊することができます。で、今からチェックインに向かうんですけども、次に急にバンって飛びます。クラブラウンジです。今回、クラブフロアをですね、予約すると、チェックインがフロントではなく、こちらのクラブラウンジでチェックインすることができます。まあ、チェックインの際、やはり、フロントに行かれると思うんですけども、まあ、フロントの場所でね、まあ、そういう案内があると思いますので、まあ、こちらでチェックインね、できます。で、クラブフロアの、特典などもですね、こちらで紹介していただくことができて、ウェルカムシャンパンなんかもね、いただいたりと、本当に豪華なもてなしをしていただけます。お酒を飲みながらホテルの特典を紹介していただけるなんて、こんな贅沢はないですよね。まあ、見ていただいたらわかると思うんですけども、クラブラウンジの窓からは東京タワーがパンと見えますので、こちらはまだ夕方4時とかそのものだと思うんですけども、これが夜になっていくにつれて対綺麗ですもんね。まあ、こちらポイントサイトのポイント2万ポイントで、まあ、利用してはいるんですけども、実質の支払いはゼロです。現金は一切使っておりません。ぜひね、ポイントサイトのポイントを貯めて、宿泊してみてはいかがですか。このクラブフロアっていうのは、このクラブフロアに宿泊した人たちだけのための、特典となっております。もちろん上級会員のプラチナステータスと思っている方は利用できるかもしれませんけども、そういうのは持ってない方はクラブフロアを予約しないと利用することができません。で、部屋の準備ができたそうなので、ちょっと見ていきたいと思います。3103という部屋でした。こう中入ってみてですね、まあ、クラブフロアは、部屋自体はそんなに広くないです。まあ、スーツケースもまあ余裕で広げられますので、まあ、そんなにね、窮屈することはないんですけども、スイートルームとかに比べたらですね、やはりそこまでは広くないですね。まあ、部屋の感じはこんな感じとなっております。別アングルからも見ていきますけども、こんな感じとなっております。まあ、十分ですよね。デスクがあって、ソファーが軽くあって、ダブルベッドっていう感じですね。いかがですか？まあ、そんなに困るような部屋ではないと思います。でですね、この部屋はですね、わざわざこれ取ったんですけど、ボタン一つでカーテンが開いたり閉まったりするんですよね。これ良くないですか？ちょっと面白くて動画撮ったんですけど、まあ、いいですよね。で、部屋全体をちょこちょこ見ていきたいと思います。まあ、お水が無料でいただけたりとか、コーヒーマシン等は、まあ、プリンスホテル、まあ、どこでも置いてありますよね。そういうのあります。で、入り口からですね、こういう洗面台にはちゃんとアメニティも置いてあります。まあ、プリンスホテルでということで、とてもね、たくさんアメニティが置いてあります。で、お風呂場です。バスタブもちゃんとあります。で、アメニティもですね、シャワーの横に置いてあります。で、こちらの洗面台のアメニティですけども、まあ、男性の方はまあそこまでこだわることはないかと思うんですけども、やっぱり女性の方はこういうとこやっぱり気になりますよね。本当に十分すぎるほどあるって妻は言っていましたので、まあ、困ることはね、ないかなと思います。で、まあ、夜になってですね、また、ラウンジの方にね、
行きたいと思います。まあ、廊下の感じもねちょっと伝えたくて、このここも動画回してるんですけども、まあおしゃれですし豪華ですし、まあ私が利用した時は本当に空いていましたので、そういう意味で本当に贅沢な時間を過ごすことができました。そして夕暮れのクラブラウンジ、そして東京タワー、これすごくないですか。東京タワー目の前なんですよ。ここでお酒をいただけるって本当に最高ですよね。でこちらのクラブラウンジは、まあ、先ほども言ったと思うんですけども、本当に混み合いっていうのは全然ないので本当におすすめですね。で今こちらカクテルタイムということで、普段はビール日本酒ぐらいしか置いてないんですけども、それ以外のシャンパンとかですね、まぶしきも多少の種類が置いてあったりと、あとはですね軽食もですね、そのカクテルに合ったっていうか、まあ種類が増えるっていう感じですかね。常に軽食はあるんですけども、さらにおつまみみたいなものが増えて、まあ、 お腹にたまるものもですねちょこちょこ置いてあったりして、まあこんな感じなんですけども、まあ私と妻は、まあ、こちらで夕食をですねいただいたっていう感じですかね。で飲み物の方もね、まあこんな感じですね。ソフトドリンクは一通りあって、ビール日本酒コロナビールとかもありますね、まあ缶ビールもありますし日本酒もあります。まあ、こちらの冷蔵庫に入っているものは常にあるものなんで、まあ、いつでもね利用することができます。まあ、いいですよね。まあ、飲み放題食べ放題ですからね。で夜も深まってきた東京タワーでございます。やばくないですか、これ目の前ですよ。最高ですよね。ぜひですねこのクラブフロアぜひ利用してみてはいかがでしょうか。まあ、私はまあ子供連れで行ったので、まあちょこちょこラウンジ行けたり戻ったりって結構繰り返してたんですけども、まあ、がっつり楽しめる方はね本当にクラブラウンジにずっといた方がいいかなと思います。まあ、ずっとお酒飲んでられますしね、景色も最高ですから。まあ、こちら朝の朝食メニューとなっております。まあ、朝食もですね4箇所から選べるんですけど、私はこちらクラブラウンジからお送りしてますけども、まあ、こちらもですね、まあ、よく見ていただいて4種類ありますから、まあ、和食洋食ブッフェ、まあ、こちらランジャブッフェなんですけども、まあ、こちらも好きなだけ食べますんで、私みたいにたくさん食べる方はブッフェ形式でもいいかなと思います。いかがだったでしょうか。今回は、パークタワー東京を紹介させていただきました。まあ、今回の動画が役に立った方はいいね、チャンネル登録ねぜひお願いしたいと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。